ウィリアムズ FW10 は、ウィリアムズが1985年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラ1カーで、パトリックヘッドが設計した。前作 FW09 では、アルミニウム製のモノコックを採用していたが、FW10 のモノコックは、ウィリアムズとしては、初となる、カーボンファイバー製となった。合わせて、 モノコック全体を覆うエンジンカバーと一体のボディカウルが配され、成形されたモノコックの表面がそのまま車体の表面を兼ねる構造となった。この年からカノンのスポンサーシップが開始。以後1993年まで続くキャノン・ウィリアムズの誕生である。ホンダ製 V6 ターボエンジンを搭載し、全16線のうち温床を上げた。 ナイジェル・マンセルとケケ・ロズベルグがそれぞれ2勝を挙げた。カナダ GP より改良型の RA165E エンジンが投入された。前作の RA164E において頻発したエンジントラブルは異常燃焼によるピストンにかかる過大な負担がピストンを変形させることやピストンの熱変形によるスリーブとの接触が原因であると推測された。そこで ピストンボアを縮小することによって異常燃焼やピストン変形の抑制しようとした。これによってピストンにかかる負担を軽減させるだけでなくノッキングを抑える目的で燃焼室内に噴射されていた燃料を削減することに成功。1985年から新たに規制された燃料送料制限にも対応することができた。 ちなみに、アイルトンセナはこのレースでロズベルグにあっさり抜かれた、ことで衝撃を受け、以後ホンダエンジンを熱望するようになる。ホンダコレクションホールでの FW10 続く、アメリカ GP で、ロズベルグが第2期、ホンダ F1 の2勝目を挙げるが、以後は、予選では、ポールポジションを獲得するものの決勝では、タイヤの異常摩耗により遅れを取るシーンが目立つようになる。 この原因は、リアのサスペンションジオメトリーが不適切なためであり、現場ではこれに対応する目的で、リアのダウンフォースを高く設定したため、余計に異常摩耗が進むこととなった。FW10 は、ロッカーアーム式のリアサスペンションを使用していたが、このシーズンの新車で、ロッカーアーム式のリアサスペンションを採用したのは、ウィリアムズだけだった。ウィリアムズは、 ブランズハッチで開催されたヨーロッパ GP でついにロッカーアームを諦め、プルロッド式ダブルウィッシュボーンのリアサスペンションを投入した。これを採用するにあたり、ギアボックスケースの設計が変更され、ホンダが吸気チャンバーを小型化したことと合わせ、エンジンカバーを10センチメートル低くすることに成功した。この改造によってリアウィングへの気流が改善された。 FW10 のうち3台がこの改造を受け改造された車両は FW10 バイトとも呼ばれた。FW10 バイトが初めて投入されたヨーロッパ GP でマンセルが F1 初勝利を挙げると続くキャラミの南アフリカ GP でもマンセルが勝利した。続く最終戦のオーストラリア GP ではロズベルグが勝利し、ウィリアムズは シーズン最後の参戦を勝利で締めくくった。FW10 は8台製造された。ありがとうございます。